どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、この後0時からですね、こちら、プライム感謝祭がですね、開始になりますよね。ということで、今回の動画で,ですね、こちら、プライム感謝祭のね、最大12%ポイントアップキャンペーンと、またね、お得に購入する方法についてですね、まとめてね、解説やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方は是非ね、最後までご覧いただければな、なんていうふうに思います。 ということで早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、プライム感謝祭最大12%ポイントアップキャンペーンがですね、このね、プライム感謝祭に合わせて開催されます。まずね、今回12%還元取れますよということで、プライム感謝祭が開催されるわけなんですけども、こちらのね、12%還元取るにはですね、まずね、エントリーしてください。エントリーフォームね、ここにございますんで、 概要欄に載せておきますんで、確実にね、ヘントにしてください。で、次にですね、合計1万円以上のお買い物をしてください。ソールするとですね、今回のね、プライム関心体最大12%還元のキャンペーンに参加することができます。以下の4つの条件で最大12%ポイント還元が受けることができます。で、こちらね、12%最大受けられることは受けられるんですけども、こちらね、詳細、12%還元のね、詳細になっておりまして、プライム会員だったら、 まずね、2%還元が取れますよということで,でまたね a z o n マスターカードプライム会員なら3%こちら通常2%なんですけども。 今回のキャンペーンで3%利用することができます。で、プライム会員じゃない方はですね、2.5%ということで、こちら本来1.5%なんですけども、今回のキャンペーンで Amazon マスターカードのプライム会員以外の方は2.5%還元っていう風になります。で、またね、Amazon のショッピングアプリケーで買い物していただくと0.5%っていう風になりますんで、合計するとですね、 アマゾンマスターカードでプライム会員であればですね2、2%と3%と0.5%ということで 5. 5、5.5%かね、取れるって言った形になります。こんな感じでね。 で、えー、もしね、Amazon プライム会員じゃない方はですね、これが取れないですね。で、これが取れて、こっちが取れるっていう風になりますんで、Amazon プライム会員じゃなくて、Amazon マ,マスターカードで利用していただく方は2.5%と、アプリで購入していただくと0.5%ということで3、3%がね、取れるって言った味になります。で、今回ね、12%ポイントアップキャンペーン来てるんですけども、この後のね、6.5%還元に関してはですね、 今回のね、プライム感謝祭ね、えー、こちらに力を入れているみたいなんですよね。大型カメラ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンということで、こちらを購入していただくと、プラスね、6.5%還元が受けることができるっていった味になります。ですので、このね、 冷蔵庫、洗濯機、エアコン購入されない方に関しては、まあ、6.5%は取れないっていう風になるんですよね。まあこういった形になりまして、ここにね、一目でわかるポイント早見表っていうのがありますので、まあ皆さんね、あのご自身によってどういった感じでね、利用できるか変わると思いますので、皆さんご自身でね、こちらね、見ていただければなと思います。プライム会員であってアプリで購入していただいて、amazon マ,マスターカードで購入していただいて、先ほどのね、 対象家電購入していただければ12%還元取れますよっていうね。まあそういった形になります。まあこれね、どれを使うか使わないかでまあ還元に使わってくるっていう風になるわけなんですけども、まあプライム会員の方であればですね、まあ最低でもですね、プライム会員であってアプリで購入していただければ2.5%取れるっていう風になりますし、またね、プライム会員じゃない方であってもアプリで購入していただければですね、0.5%取れるっていう風になりますんで、ひとまずね、このアプリで購入っていうところだけはですね、まあ Amazon プライム会員の方でも、そうじゃない方もですね、ぜひね、取りこぼさないようにしていただければな、なんていうふうに思います。こちらにこうね、非常にわかりやすいですので、まあ、概要欄に載せておきますんでね、チェックね、していただければな、と思います。で、今回のキャンペーンね、12%ポイント還元来ているわけなんですけども、 ではね、何で支払うのがまあお得なのかっていうところなんですけども、まずね、お得な支払い方法の前にですね、今回のね、キャンペーンはプライム感謝祭ということで、amazon プライム会員向けのね、キャンペーンっていう風になるんですよね。ですので、ちょっとね、サブスクで何個かね、紹介したいキャンペーンがありまして、こちらですね、プライム紹介プログラムで amazon ポイントをゲットということで、既存の amazon プライム会員の方から紹介を受けて amazon プライム会員になると、30日に ないですね。にえー、っと2000円だったかな。はい2000円ですね。はい購入していただくと Amazon ポイント1000ポイントがねもらえるキャンペーンがございますので、もしね Amazon プライム会員になってない方でしたらですね、こちらも概要欄に載せておきますのでぜひねこの機会ねプライム会員になっていただければなぁと。 思います。で、またね、これ以外のキャンペーンとして、Amazon Kindle Unlimited 200万冊以上が読み放題のね、Kindle Unlimited、ね、ありますけども、30日無料でね、利用することができたり、3ヶ月で99円で利用できたりね、まあこういったキャンペーンもやっていたり、またね、こういった感じでですね、Amazon Music Unlimited 最初の4ヶ月無料キャンペーンもやっているっていう風になりますんで、こちらね、10月の15日までこちらもやっておりますんで、こちらも概要欄に載せておきます。 んでねこちらめちゃくちゃお得なんでね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。こちらね、一応、あの、対象者限定のキャンペーンになってるんですけども、まあ、以前利用した方もですね、利用できたりね、するみたいですので、ぜひね、一度チェックしていただければな、と思います。まあ、こういった感じでね、キャンペーンもやっておりますので、まあ、ひとまずね、今回のね、プライム感謝祭はね、Amazon プライム会員向けのね、キャンペーンっていうふうになっておりますんで、ぜひね、検討していただければな、なんていうふうに思います。 それではですね、アマゾンプライム感謝祭ですね、どういった感じでね、利用していけばお得になるかっていう話なんですけども、まずですね、先ほど言った通りですね、アマゾンプライム会員の方で、アマゾンアプリでね、購入していただければですね、2.5%還元がね、取れるっていうふうになります。こちらの条件としては1万円以上のね、商品購入していただくと、 支払い方法にね、関係なく2.5%還元取れるっていう風になりますんで、こちらはね、ぜひ利用していただければな、なんていう風に思います。先ほど言った通りですね、エントリー必須になっておりまして、エントリー確実にしていただいて、1万円以上利用していただければ、まあ、今回ね、2.5%還元は支払い方法に関係なく取ることができるって言った形になります。で、こちらはですね、天木菌購品対象外っていう風になっておりますんで、この点はね、注意してください。で、これとね、併用してお得にね、利用すること が、ね、できるキャンンペーンがいくつかありましてまずこちらですね。Amazon ギフトカートチャージで0.5%ポイント還元ということで、こちらはですね、チャージタイプをね、1万円以上利用していただいて、エントリーしていただくとですね、0.5%の還元が 取れるっていうキャンペーンが来ておりますこちら上限ポイント2万ポイントということでまあ、0.5%で上限2万なんで対象支払金額、ね、400万円までっていう風になっておりますのでまあ、ここまで利用する方はねいらっしゃらないと思うんですけども一応ね上限はこういった形になっておりますけどもこのね Amazon ギフトカードのねチャージのキャンペーンね非常にお得っていう風になっておりますのでぜひこちらもね利用していただければなと思いますで、このねギフトカードチャージで0.5%ポイント買 半減なんですけどもこちらはですね、公式サイトになっておりまして、エントリーがね、こちらからすることができます。で、こちら10月の15日までね、やっているキャンペーンというふうになっておりまして、こちらで、ね、注意していただきたいのは、amazon ギフトカードチャージタイプをですね、期間中に1万円以上購入していただくんですけども、 対象のギフトカードはですね、ギフトカードチャージタイプっていうのが対象っていう風になるんですよね。この点はね、注意していただきたいな、なんていうふうに思います。ここね、クリックしていただくとですね、こういった感じで、まあ、購入画面に、ね、飛びますので、ぜひね、こちらで購入ねするようにしてください。チャージタイプが 対象って言った形になります。でですね、こちらの支払い方法なんですけども、ATM、ネットバンキング、電子バレー払い、また、いやコンビニ言わせるしましたね。すいません。またね、クレジットカードで、 支払っていただくと、このね、0.5%還元が取れるっていう風になりますんで、クレジットカードでね、購入される方はほとんどだと思うんですけども、クレジットカードの還元とこちらの還元ね、合わせて、まあ、ほとんどの還元がね、クレジットカード1%還元になると思いますんで、こちらにチャージしていただいて、Amazon ト券で購入していただければ、1.5%はね、取れるって言いたがちになります。またね、1.5%ね、クレカチャージで利用していただければ取れるわけなんですけども、またね、Amazon ライム会員であれば2%還元またね、アマゾンアプリ経由していただければ2.5%取れるっていう風になりますんで、クレジットカードのね、1%還元を入れると全部でね、4%還元でね、利用することができます。まあ、こちらはね、基本的な、あの、支払い方法になってくるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こちらのチャージとですね、 このね、アプリで経由で購入していただくのはね、ぜひ覚えておいていただくのと、同法ともね、1万円以上の購入、またね、エントリーが必須になるっていうことは、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。 で、次にですね、PayPay のお支払いで3%ポイント還元上限300ポイントということで、まあこちらはね、コミュニティ欄とかで発信させていただいたんですけども、こちらは、こちらはね、公式サイトっていう風になっておりまして、プライム感謝祭で PayPay のお支払いで3%ポイント還元上限300ポイントということで、こちらね、エントリー、まあクーポンを取得はね、必要になっておりまして、え10月の14日、プライム会員、 プライム感謝祭のね、日限定でですね、こちらね、上限300ポイントで3%ポイント還元の、まあ一応クーポンみたいのがね、来てるって言った形になります。概要としては、キャンペーン中に PayPay ペイペイアプリでクーポン取得した上、Amazon で PayPay ペイペイを利用して決済していただくと3、3%の PayPay ポ,ペイペイポイントがね、戻ってきますって言った形になります。ですので、こちらね、3%還元がですね、1枚までのね、購入は利用することができるっていうふうになっておりますので、こちらもね、ぜひ覚えて いいてくださいでこちらね3%還元まあ今回のこのキャンペーンは3%なんですけども PayPay、まあ、っていうのはねあのデフォルトでね0.5%から PayPay ステップで最大1.5%まで上げれますので、まあ、一応ね3%って書きましたけどもまあ、こちらがね追加でもらえるっていった形になります。で こちらはね、甘ずきく購入することができないっていう風になっておりますんで、まあ欲しいもの1万円までですね、PayPay で支払いしていただくと3%の還元がね、取れるって言った形になります。で、次にね、ファ m ペイの4%還元 EC の日ということで、まあこちらね、あの知ってる方多いと思うんですけども、4の付く日にですね、ファミペイバーチャルカードで購入していただくとですね、4%還元が取れますよっていうキャンペーンになります。で、こちらね、 今回のプライム感謝祭が10月の14日ということで、14日のみですね、4の付く日が被ってるっていう風になりますので、このキャンペーンがね、利用することができます。で、こちらね、4%還元で上限は500ポイントっていう風になっておりますので、 対象支払い金額は12,500円が対象支払い金額っていう風になります。で、こちらね、PayPay の時と一緒なんですけども、下にね、デフォルトの0.5%還元、ギフトカージの0.5%還元、このキャンペーンですね。で、クレカチャージね。 ファミペイはですね、あの、クレカチャージで、ポイント還元がね、取れるクレジットカードがございますので、まあ、それでチャージしていただければ1、1%取れるっていう風になりますんで、まあ、取れる方はですね、プラス2%が取れるっていう風になるわけなんですけども、このキャンペーン自体は、まあ、4%還元っていう風になります。 で、こちらがね、公式サイトっていう風になっておりまして、4月日はですね、EC の日ということで、プラス4%還元取れますよということで、月のね、相当は500ポイント、12,500円までの支払いがね、対象っていたがちになります。こちらでね、エントリーが必須になっておりますんで、こちらも概要欄に載せておきますんで、ぜひチェックしてください。で、こちらのね、EC の日、12,500円まで利用していただければですね、500円取れるっていう風になりますんで、こちらね、非常におすすめです。 他にですね、12,500円 Amazon ギフト券でね、ファンビペイ、バーチャルカードでチャージしていただければですね、OK っていうふうになっておりますんで、こちらはね、ぜひ利用していただければな、なんていうふうに思います。で、次にですね、こちら、ペイディっていうね、後払いで支払って、銀行振り替えにするとですね、こちら手数料無料でね、この後払いが利用できるペイディなんですけども、こちらもね、10%ポイントバックキャンペーンをやっております。こちらもエントリー必須で、 キャンペーン中はですね、こちら10%還元になるみたいなんですけども、詳細が不明なんですよね。まだね、こちら詳細が出ておりなくてですね、多分1万5000までで1500ポイントの10%還元になるのではないのかな、なんていうふうに思います。で、こちらはね、Amazon プライム会員の方限定になっておりまして、甘抜き購入はかっていた形になります。で、こちらがね、公式サイトになっているわけなんですけども、後払いペイディでお買い物するたびに 金額から5%ポイント還元ということで、エントリーフォームはここにありますんで、利用される方はこちらでポチッとエントリーしてください。で、キャンペーン自体はね、ここに書いてまして、プライム感謝祭の10月14日、 から15日までエイディ後払いでお買い物するために合計金額から最大10%ポイント還元を開催いたしますということでこちら下の方はね、あの詳細かと思いきやこれね5%還元の通常やってるやつだと思うんですけれどもこの10%のやつじゃなさそうなんですよねですのでちょっと詳細がわかりませんので10% 還元に関してはですねね詳細わからないんですよ、ね、ですすよので、多分ですね、これと同じ感じで還元率だけ、まあ10、10%還元になるんじゃないかな、この部分がね、なるんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、一応上限はね、1500ポイントで考えると、まあ1千、1万2000、1 5000で10%還元で1500ポイントが上限みたいな、まあ、そういった感じになるのではないかと思いますので、ぜひね、こちらは、えー、詳細ね、あの、出たら 確認してからね利用していただければななんていう風に思いますこちらね10%還元ということでまあ、見ていただければね あの一目瞭然なんですけども一番ね還元率高いっていう風になっておりますんで1番5000までになると思いますけどもこちらもね是非覚えておいていただきたいななんていう風に思いますまあこのねアマゾンプライムのね会員の方はアプリ経由していただければね2.5%還元が基本的に上乗せされてね利用することができるっていう風になっておりますんでまあこれとねこれとこれだったら12.5%還元。 でこれだったらね 4%6.5% 関係まあちょっと下の方は入れてないですけどね。で こちらだったら5.5%還元とかね。まあこういった感じでね、利用していただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、クレジットカードで支払った場合ですね、ちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、先ほどから言ってる通りですね、Amazon プライム会員の方でアプリで購入していただければ2.5%還元ね、支払い方法に関係なく取れるって言い出しになります。で、1万円以上購入していただいて、Amazon ギフト券はね、対象外っていう風になるんですよね。 ですので、基本的にね、まあ、ANA のカードとかね、まあ、それ以外のカードもそうですけども、クレジットカードで購入される方はまあ1、1%還元が取れて、で、このね、キャンペーン乗っていただければ0.5%取れますんで、まあ、1.5%還元の2.5%還元なんで、まあ、4%還元がね、取れるっていった形になります。で、Amazon マスターカードだけね、ちょっとね、特殊になっておりまして、商品購入そのままするとね、3%還元が取れますよね。 なんですけども、こちらですね。Amazon ターカードで、こちらチャージしたらね、0.5%取れるんじゃないかっていう話なんですけども、このね、今回のこの3%還元っていうのは、 キャンンペーででねねプラスしてて3%還元になってるんですよ、ね、通常は2%還元っていう風になりますんで商品の購入だったらですね3%還元になるわけなんですけども通常は2%還元になりますんで Amazon ギフト券購入していただいてもね2%還元になるんですよねですので2%還元でこちら0.5%になりますんで2.5%還元になってしまいますので Amazon マ,マスターカードの方は ギフト券チャージして購入するのではなくて、Amazon、マスターカードプライム会員の方はね、そのまま商品購入していただいた方が3%還元がね、取れるっていうふうになりますんで、こちらの方がね、おすすめって言った形になります。この点ね、ちょっとわかりづらいですけども、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。で、クレジットカードね、 で、クレジットカードでね、購入される方は、まあ1%還元ということで、クレジットカードでね、ギフト券チャージしていただいて、1.5%。で、支払い方法に関係なく、こちらね、取れるっていうふうになりますんで4、4%還元で、 取ることができるっていった価になります。マリオットアメックス、ヒルトアメックスに関しても、まあ、100円で3ポイントね、貯まるっていうふうになりますんで、ここら辺の方だとね、使っている方は、アマゾンギフト券ね、チャージしていただいて、0.5%上乗せしていただいてから、アプリでね、購入していただければ、プライム会の方2.5%取れるっていうふうになりますんで、ヒルトアメックス、マリオットアメックス使ってる方は、そういった感じでね、利用してください。で、 アメックスのね、プロパカードを使っている方で、メンバーシップリワードプラス、年間3300円かかるわけなんですけども、まあこちらね、まあほとんどの方はね、これ持ってる方入ってると思うんですけども、このね、メンバーシップリワードプラスっていうのはこちらになるわけなんですけども、アメックスのね、プロパカードはですね、下の方にね、行っていただくとですね、貯まるポイントが3倍に、 ということで、ボーナスポイントプログラムがね、あるんですよね。メンバーシップリワードプラスね、登録済みの方限定のオプションプログラムで、え対象の加盟店でボーナスポイントプログラム、無料に登録すると、対象加盟店で100円で3ポイントがね、もらえるって言いたがちになるんですよね。こちらのね、クレジットカードは、まあ基本的に100円で1ポイントがねえ、貯まりますけども、 プラスして2ポイントがね、貯まるっていう風になりますんで、合計100円で3ポイントがね、貯まるっていう風になるんですよね。ですので、還元率は3%還元っていう風になります。ですので、まあ、ここら辺ね、購入するときはですね、このね、アメックスのプロパカードでメンバーシップリワードプラス登録されている方はですね、このボーナスポイントプログラムね、 登録ね、確実にしていただいて、Amazon とかね、利用していただければ3%還元取れるっていう風になりますんで、Amazon もね、対象サービスに入っておりまして、Amazon、マーケットプレイス Kindle も Amazon ビジネスがね、対象っていう風になっておりまして、Amazon プライムの会費とかね、Amazon フレッシュとかがね、ここら辺はまあ対象外になるわけなんですけども、Amazon のね、商品に関しては対象っていう風になりますんで、ぜひね、Amex のプロパカードね、こちら持っている方は、ぜひね、今回の セールはですね、こちらのね、プロパカードでね、決済していただくと3、3%還元が取れるっていう風になりますんで、アメックスのプロパカードはですね、メンバーシップリワードプラスね、入っていればですね、1ポイント、1ANA マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、ANA マイル還元率はね、なんと3%還元っていう風になりますんで、ね、こちらはね、非常におす,すめって言いがちになります。ですので、アメックスのね、プロパカード持っている方は、アメックスのプロパカードから、 アマゾンギフト券ねチャージしていただいて0.5%上乗せしていただいた状態で アプリでね、えー、購入していただければ、プラス2.5%取れるっていう風になりますんで、えー、全部で6%還元ですが、取れるっていう風になりますんで、アメックスのね、プロパカードを持ってる方はね、非常に強いっていう風になっておりますんで、ぜひこの点は覚えておいてください。繰り返しになりますけれども、こちらね、メンバーシップリワードプラス登録済みの方で、さらに対象加盟店ボーナスポイントプログラムに登録すると、 利用することができるっていう風になりますんで登録は必須になりますんでねぜひ覚えておいていただきたいななんていう風に思いますで、またですね今回のね Amazon プライム感謝祭でですねいろいろセールが行われておりましてこれはねコスメグッズのねセールなんですけどもまあ、こういったのもねやっておりますのでここら辺もね え、いろいろね、こちらは東京都のゼロエミポイントっていうね、最大2万6000ポイントもらえるね。こちら結構ね、お得になったりするキャンペーンが行われてるんですよね。こういったのもね、やっているっていうふうになりますんで、ここら辺ね、一通りね、こちらはね、メーカーキャッシュバックっていうのもやってるんですよね。今のゼロエミポイントもそうですし、 こちらは炊飯器かないろいろね、やっているっていう風になりますんで、まあ、ここら辺も一応あるっていうことはですね、ぜひね、チェックしといていただきたいな、なんていう風に思います。カメラ、PC とかね、オーディオ機器とかもありますんで、 こちらもねあの今回購入されている今回ね購入される方ねいらっしゃるかもしれませんのでぜひチェックしてくださいそれ以外には冷凍食品4000以上で1000円ポイントっていうのもありますねキャンペーン期間ですねエントリーはもうできるんですけどもこちらもね今回の整理に合わせてね開催されておりますんでぜひこちらもね見てくださいということで今回ですね Amazon プライム感謝祭この後ね夜中の0時からね開始になるっていうふうになりますんでぜひね参考にしていただければななんていう いうふうに思います。私もね、ちょこちょこね、買うものがございますので、もしね、これいいな、みたいな商品がございましたら、私のチャンネルのね、コミュニティ欄でいうところで、いつもね、おすすめ商品ね、紹介させていただいておりますので、そちらもね、合わせてチェックしていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなぁと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ